AKB48 18期研究生です。イエーイそれでは自己紹介からさせていただきます。さこゆめみちゃんからお願いします。はい、夢の中でもみんなのアイドル、夢でも一緒だよ。埼玉県出身、高校3年生、17歳、ゆめみことさこゆめみです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、あなたの心にほっと一息、北海道の歌姫、19歳、コヒこと成田コヒナです。よろしくお願いいたします。イエーイ。私の名前はと聞いたらカスミンって言ってください。はーい。あなたのハートをパスミン。私の名前はカスミン。ありがとうございます。笑顔とエクボがチャームポイント、大分県出身、17歳のカスミンこと奥野カスミンです。よろしくお願いします。イエーイ。お願いします。お願いします。この番組では4月9日にお披露目となったばかりの AKB48 18研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。ありがとうございます。お願いします。じゃあ初回の全員集合以来だよね。うん、2週間ぶり。そうだ ね結構経ったよ ね結構経ったよ ねでもなんかさ、8人より3人の方がもっとね、もっと人数が少なくなって魅力がお届けできてるんじゃないかなって思うのでね、ぜひ楽しんでやっていきたいと思います。お願いします。緊張しない？緊張する。逆に緊張する。緊張するよね。なんか緊張してきた。だからショールームの個人配信も始まってる、ね。うん、なんかさ、18期さ、みんな仲いいからさ、うん、みんながさ配信見に行ったりしてるよね。コメントしちゃったりなんかしてね。そうそうそう。なんかさ、コヒとかさ、歌歌ったり、みんなタイミングがさ、あってさ、見れてないメンバーもいるかもだけどさ、出るよね。私は結構、かすみの配信を見に行くことが多いんですけど、うん、なんか元気ない時に見たら、すごくトークが上手だから、なんか元気になるから、皆さんおすすめです、かすみの配信。皆さん来てください。ゆめみんは、なんか台本考えてるみたいな。なんか別に考えてないんだけど、うん、でもなんか喋れなくなったらどうしようって思っちゃうから、なんかトーク、トークテーマとかね考えてねやってるのでね、18期みんなの配信来てください。ぜひ来てください。来てください。はい、はい、前回の配信見ました皆さん。ゆなとあゆいとあんずがやってた配信、ね、見た？見ましたよ。ちょっとまだ見れてなくて、そうなんですよ、ね、ということで AKB48 オフィシャルライブチャンネルにてアーカイブ配信中です。コーヒーみたいにね、まだ見てないって見逃した人は、もう一度見たい人などアーカイブ配信してるのでぜひ見てください。見てください。そしてアーカイブで見ている皆さん、毎週火曜日18時からショールームで生配信しています。こちらにもぜひご参加ください。見てください。ではタイトルコールしましょう。はい、一か八かで全力一八ルーム。イエーイ。ここで改めてショールームの番組参加方法です。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを駆け込んだりできます。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、アイテムを投げてどんどんアピールしてください。早速コメント読んでみますか。はい、ヤッホー、ヤッホー、パチ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 ルーム、コヒちゃん、コヒちゃんできてるよ。コヒちゃん、こんにちは。ヤッホー、今日の企画もめちゃめちゃ楽しみです。ね、ドキドキだよ、今日は。できるかな？何するかな？ゆめみんしか勝たん。お、やったー。私たちは？確かに。私たちは？あと2人いますよ。かすみん、こんにちはって言ってる。こんにちは。今日も可愛いだって。今日可愛い。ありがとうございます。可愛い？可愛い。それでは番組スタートしてすぐのランキングトップ3を確認してみたいと思います。ゆめみんから言ってください。はい、3位レイレイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位私よね、うん、2位ウリハヤトさん、おありがとうございます。カメかな、カメいるね、カメいるね、ウリハヤトさん。そして1位はマッシュアットカフェイン中毒さん、ありがとうございます。嬉しいです。
ありがとうございます。ありがとうございます。番組エンディングでも確認します。ぜひ番組にご参加ください。お願いします。お願いします。番組に参加するには、はい、番組に番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してコメントやアイテムでのご参加、ツイッターマークをクリックして番組拡散もお願いします。お願いします。はいはいはい、拡散してもらいやすいようにここでスクショタイムです。スクショ10秒間カメラにアピールしますので縮小して SNS で拡散お願いします。お願いします。何する？じゃあ猫にする。みんな動物にしよう。動物動物。じゃあ何する？じゃあ犬にしよう。じゃあ私はクマ。おすごい。クマ。はい、じゃあ10秒数えます。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。終了。終了。ぜひ拡散お願いします。参してね。マキルーム。ツイッターのツイートは番組のハッシュタグいっぱちルーム、ハッシュタグいっぱちルームでお願いします。お願いします。みんないっぱい拡散してね。拡散してください。それでは今日の企画です。タイトルコールをコヒナ、はい、お願いします。はい、いきます。18期のアベレージ、イエーイ。先週に引き続き価値観がどれくらい違うのか数字をもとに質問に答えてもらって調べる企画となっています。答えはホワイトボードに書いてください。はい、回答後には3人の平均値が発表されます。ただ前回秋山優奈、八木あずき、山口優が答えたものは6人の平均値が発表されるそうです。でもさ、思ったんだけど、さっきも話したけどさ、あんまりここの3人の共通点がちょっとあんまりないかもしれない、ね、あるよ、うん、リコーダーがピンク、ね、それそういうことリコーダーがピンク自分で、ね、色選んだけど自分で共通点あんまなくない？探していきたいよね、これで。そうだね、確かにドキドキじゃない？ドキドキ合わせちゃう合わせちゃう合わせちゃう、意思冷静なの。それでは引いていきますか。引いていきますか。ホワイトボードこれですか？あ、そうです、ホワイトボードこれです。ありします。ありがとうございます。え、すごい、私から引いちゃっていいの？いいよ。じゃあ行きますよ。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。行けます。あ、ちょっと待って、見えつぶせーの、じゃじゃん、じゃじゃん。あ、私やつじゃない？そうなんだ。やばいやばいやばい。夜更かし。今何時？今何時？お、何時？これあれでしょ、だから、うん、どういうこと？説明お願いします。説明ですか？任せてください。お願いします。だから、あ、やばい、ちょっと今日夜更かしや。今何時？あ、そうそのそういうことね。そのままめっちゃそのままだけどね。はい、そのまま。オッケーオッケー。いつも寝る時間よりちょっと過ぎてる。そうだね、いつも、うん、ね、夜更かしといえばコヒちゃんって言われてるけど。え、そう、なんでですか？あれ、夜更かししちゃってるのかな。そうかな、どうなんだ。夜更かしはダメですよ。書いてみます。はい、書いてみましょう。書きたいと思います。え、何時やろ。いや、もうすぐでも書けちゃうな。ホワイトボードすごいいいね。なんか懐かしくない？ホワイトボードって。はい。かけちゃったよ。かけちゃった。朝寝てるコーヒー？朝寝てる。コーヒーいつも遅いよね、だって。なんでみんな知ってるんですか？知ってる。私のお部屋見てますか？怖い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 。コーヒーちゃんやばそうって感じ。そんなことないけどな。かけましたか？かけました。皆さんかけましたか？かけました。じゃあ一斉ので目指しますか？はい。よし。いいですか？いきますよ。いっせーので、じゃんじゃん。お、深夜、ちょっと待って、深夜2時本当だ。え、朝5時、深夜3時。え、みんな早くない？そう、普通じゃない？いや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 、これやばい、レベチレベチだったわ。これ朝だよね。え、こんな毎日だって。毎日私の仲間いますよね。でもコヒちゃんと一緒って書いてある。結構5時の人、早朝だよこれは。朝、夜じゃない。だって夜更かしって。いや、夜だから。これやばいとはならないでしょ。え、深夜やばいでしょ。いや、家に2時でやばいってなって3時でやばいってなる。どっちもやばいじゃん。どっちもやばいじゃん。え、なん
でだろう。私は5時です。私は深夜の2時。私も3時とかで深夜の3時深夜3時ですね。ハートマーク付きの深夜の3時なんでだろう、いや5時はやばい、みんな遅いって。待って、5時に寝てるってこと？やばい時はね。やばい時、じゃあ普通はいつもは何？普通は 2,3 時。普通がやばい。普通がやばい。普通がやばかった。なんでだろう。ちょっとレベチです。5時に寝たらね、12時ぐらいに起きるから。皆さん何時ですか？ね、こひちゃん起きている人、起きている時間。北海道も日が沈みますよ、ちゃんと。ちゃんと沈みますよ。遅いのかもしれない。10時とかあるよ。早い、11時は。11時早いの？超健康的じゃん、11時って。普通なんじゃない？逆に普通5時がもしかして。そうだよ、私は普通です。普通でした。そうですか、皆さん。ね、じゃあもうちょっと。平均値聞いてみますか？平均値。あ、ほらね。3.3 時。ね、じゃあ平均に一番近い。そうだね。これね、平均に。ひなが、めっちゃ、うん、下げてる？上げてる？ひなが下げてるのかな？下げてる。うん、はい、ちょっとよくわかんない。下げてる、下げてるね。次のお題いきますか。ひな引いていいんですか？引いてください。引きます。はい、では引いていきたいと思います。ダダダン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 じゃん。え、また新しいやつない？友達が待ち合わせに遅刻、何分待てますか？こんな質問です。これ新しい質問ですね。新しいですね。新しいのばっか引いてる。すごい。じゃじゃん。何分待ってる？待ち合わになっちゃってる。待ち合わせに、ね。待ち合わだ。待ち合わせに遅刻。待ち合わ。じゃあ皆さん書いていきましょう。ちょっとこれを消すのが。結構待ってるよ。え、これ何分って何分何分表記じゃなくて。いや、まあ、そう、何時間？何時間でもない。え、そうですね。え、そう、これありな回答していい？え、わかんない。待って、家もかけちゃった。家もかけた。え、これ変な回答するかも。なんで？どんな回答？もう一個、一回回答するわ。うん、みんな15分？結構早いな。結構早いね。40分。1時間。1時間。結構みんな同じぐらいだね。1時間。そうだね。15分。10分。10分か。わ、来るまで待つ人いるよ。めっちゃ優しい。どうする？2日とか来なかったら。行けますか？はい、行けますよ。行けました？はい、せーの、じゃーん。私は何時でも大丈夫、連絡くれれば。なに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 。じゃあ1日で。私は1時間半。1時間半です。いや、3時間。長くない？え、だってさ、別に何時でも待てるから。何時でも待てるけど、何時って聞かれたら3時間ぐらいかなって感じだったんだけど。あ、ごめん。なんかね、優しいって。1時間半も短くない？え、だってさ、ずっと同じ場所でこうやっていなきゃいけないんでしょ？うん。3時間もずっと棒立ちしてる？え、でも足が痛い。映画さ、3本ぐらい見ちゃう。じゃあ確かに、なんか動画とか見てたらね、待てるけど。結構ずっと待てる。みんな優しいって。何時でも待てるくない？でも結構何でも待てるタイプ。え、2日でも待てる？え、だって2日ってさ、連絡くれれば大丈夫だから。なん、うん、24時間以内、ね、24時間以内の、そうだね。みんな遊べるぐらい、その待ち合わせに。なんでみんな、なんでひなが笑うの？コーヒー、コーヒー、わらわらわら。書き方？書き方。あ、書き方？これ、ワンアワーハンです。英語と漢字を混ぜて。そう、1時間連絡があればね。連絡なかったらどうするの？連絡、確かに。確かに。確かに。連絡ないんだよ、これ。あ、そうじゃね。あ、連絡ない設定ですか？連絡ない。それで一回考えます。あ、じゃあ、すいません。連絡なかったら？連絡なかったら、一回連絡なかったら？連絡なかったら？なんか違う、違うらしい、ちょっと嫌だ。確かに。違うらしい。どうした？なんか違うらしい。1.5H が普通らしい。1時間半です。ちょっと待って。そうやな、連絡なかったら。んじゃないよ、これ H だよ。連絡ないよ。ひらがなのんだったら。はい。連絡なかったら2時間半。でも、そんな中間ぐらいだね。でもさ、意外に待てちゃったりする。みんな優しいかもしれない。ね、優しいよね。うん、3時間すごいって。え、本当？結構待てるよ。
みんなどれぐらいなんだろう。ゆいとかめっちゃ気になる。え、確かにゆいとかさ、これ引いてないから、ね、引いてないね、うん、そうだね。平均になる、気になる。私たちの平均はどれぐらいなんでしょうか。2時間あ、まあ、そっか、平均だ平均だ、平均だ、いつも3人の平均は2時間でした。はい2時間でした。結構待ってるんじゃない、2時間って言ったら。結構待ってるよ。映画2時間ってすぐじゃない。映画1本、映画1本はかかる。え、でもすぐだよ、映画1本って。え、そう、すぐだよ。結構長いよ、多分。2.3 時間だ。結構長い。2時間30分ってこと。違うね。え、2時間20分、はい、2.5 が30分。あ、じゃあ次行きますか次行きますか。じゃあ開始に。え、これなんか出てないやつ何やったっけ。おもらって、あ、新しい曲か。新しい曲が出るように、うん、あ、何が、これ聞いたことあるやつだ。何が出ましたか。じゃじゃん。じゃん、前回と共通のお題、お財布にお金がたくさん入っている、ドキドキ、いくら入っている。ドキドキ、え、こんなのいっぱい入ってる時ってことでしょ。いっぱい入ってる時、いっぱい入ってる時ってことで、あ、そっか、うん、お金がたくさん入ってる、たくさん入ってる時、お財布にってことだよね。お財布に入れる、うん、え、前回見てないから今全然わかんないんだけど、気になる。私もこれ見てないかも。見てないのじゃあ書いていきますね。はい、書いていきましょう。うん、難しいね。逆に難しい。少ない時の方が多いなちょっと今聞いてならないあれ発言がありましたけど、え、待って待って、書きました。そんな早く決まんの。ちょっと待って、財布に10万4800円。刻むね刻むね刻みますね。お財布にお金がたくさん入って、え、わかります。高すぎると使えなくなっちゃいますよね。なんかドルの人もいるけど新しい。え、めっちゃリアルな感じでもいい。うん、かけました。うん、かけました。いきますよ。せーの、じゃじゃん。え、え、ちょっと、え、きます。え、結構入ってるね。かすみは15万円。私は3万円。私、5万円。ちょっと気まずいかな。15万円ちょっと気まずい。結構多くない？だって、え、財布閉じなくない？え、閉じるよ。入ってたら。やったことある？あるけど、え、あるけどってか、長財布だよ。は、閉じんないって絶対入んないって。閉じるよ、15万って結構薄いんだよそうなの？そうすごい現実的だ、現実的だ、現実的だ、現実的だ。え、さあ3万円は、私は3万円です。なんか結構私シェアハウスで生活してるから、なんかお金の管理は自分でしてることが多いんですけど、3万円入ってたらちょっとチャック、バッグのチャック全部閉めますね落とさないように落とさないように現実的。ゆみは、え、普通じゃない。5万円5万円、うん、5万円。え、でもちょうどいいし、なんかお洋服5着ぐらい買えるから、なんかテンション上がる値段5万円がテンション上がる値段わかんない。普通のテンション上がらない。15万、確かにめっちゃ、やばい、めちゃめちゃ上がるけど、え、結構リアルを考えてみた。そう、リアル、リアルじゃない？3万円。え、結構15万円リアルじゃない？え、リアル？え、リアルじゃない？違うか。ゆいち100円だったの？マジで？え、ゆいち100円？先週見た人、ゆいち100円だった？でもさ、みんなさ、結構安、うん、本当？安かったの？でも、なんかでもこの、あ、ほらね。え？ちょっと違うんですね。これ、なんだこれ。ちょっと違うのかな。あ、これコンビニで買いすぎたが出ちゃってる。本当だ。あ、これか。ゆい100円ってさ、たい焼き買えないじゃん。確かに。たい焼き大好きな。たい焼き買えないですけど。え、なんか。え、みんな安くない？安すぎる。これドキドキしない？ドキドキする？ドキドキしない？普通じゃない？ドキドキだよ。え？え？ゆえみめっちゃドキドキしない？5万円入ってたら。確かに。ちょっと、これはびっくりしない一番ドキドキするけど、するけど私たちで平均めっちゃ上げちゃってるね。これ平均いくらになりますか？ごめんなさい。皆さん、皆さんは現実、え、現実的ですよね。たい焼きはひなのが買うみたいな。どういうこと？お姉ちゃんなんで買ってあげるみたいな確かにね。え、本当これ
ゆい100円でドキドキするふざけたもしかして。だってさ、お菓子、ゆいの好きなお菓子も買えないよこれ。ふざけた。ふざけてるかも、ね、もしかしてふざけた。どんな感じで書いたんだろう。100円、3万以上、ほらみんな3万円ぐらい。100円はおかしい。おかしいよね。ゆいち全部買えておかしかったよね。確かに不思議ちゃんだよ。20、100、1000万、3万3015円の私ですね。私ぐらいですね。確かにやっぱり3万円あったらだって。ごめん、なんかなんかごめん。大丈夫だよ。15万円、なんかごめん。15万円あるけどさ、100円がいるから平均がそんな上がらないっていうね。すごいね。100円、そんなに上がらなかった。はい、ね、え、これまだ引いても大丈夫ですか。まだ引いていいですか。え、ゆめみさん引きますか。マジ、まだ誰引く。ゆめみさん引きますか。ありがとう。せーの、はい、あ、じゃじゃん、じゃじゃん、え、出てないやつ。あれ、やったー。ほらー、何、新しい曲にチャレンジ。覚えてるのに、覚えるのに何分欲しい。振り覚え、振りの話ですよね。そうですよね。おお、小日向さん振り覚えどうですか。ちょっと私ちょっと悪い。おお、ちょっと何分っていうレベルじゃないんですけど、ね、最低でも、これは最低でも、最低でもさ、曲の難易度によるじゃん。確かに、そうかも、ね、何にする何にする何にするって聞いちゃっていいの。じゃあ難しい普通にどんな曲でも、うん、最低ね、最低何時間欲しいか。普通の曲ね、うん、普通の曲って何。どうしよう。待って、わかんない。最低ね、あ、最低、最低、最低だとちょっと変わってきた話が。短くて完璧に覚えるってことですか。え、じゃあ最低これぐらいはあのスケジュールに書いてあったら、あって安心する時間を書いた。ひなは、え、普通に書くね、うん、5秒、何も覚えれない。挨拶で終わるよね、5秒だったら。挨拶、どのくらいなんだろうね、本当に、ね、はい、書けましたか。見ました、はい、せーの、じゃじゃん、ね、2時間、3時間です。1時間で覚えたことないじゃん。なんでも覚えたことないじゃん。やらないで、持てる。でもさ、ね、これ一人でさ覚えるとき、みんなで覚えるとき、みんなで、みんなで、あ、みんなでレッスンを想像してた私も、ね、あ、ごめんね。1時間自分で覚えるときは1時間、自分で覚えるときはなんかの曲で自分で覚えたとき、そんな違う、分かんなかった、分かんない。でもゆめみ18禁だからだったら早い方だよね。確かに、ね、早くない。私が一番遅いんですけど3時間でちょっと、難しいけど最低でも3時間欲しいです、私は。でも曲によるかも、確かに、ね、確かにね。言い訳メイビーとかどれぐらいかかったっけ。でもそんなかかってない、かかってない、かかってないよね。メイビーはかかってない、かかってないよね。確かに、なんかいろいろさ曲によって変わっちゃうかもしれないよね。確かに、ネモハモとか、ネモハモ、ネモハモって結構覚えるのは早かったんです、みんな、うん、確かに、確か踊るのは大変だったけど、うん、なんか動きがずっと繰り返しだったりするから覚えやすかった記憶があります。まあみんな気になる、まあ、確かに、ね、みんな気になるね。ユナとかユイとか早いのかな。でもさ、うん、わかんない、まず本当に曲によるから。そうなんだよね、曲によるかって思っちゃうか、うん、る。平均は2時間。わあ、私平均2時間ですね。でも確かにね、2時間あったら、2時間あったら結構できちゃうかも、覚えれるね、うん、成長したね、成長した成長した本当に最近あの成長を感じてます。めっちゃ感じてます最近、はい、なんかみんなにもね褒められるんですよ、ね。最初の頃に比べたら本当に覚えるの早くなったねって言われるので、うん、成長中でございます。成長中ですね。18期成長中です。、
次ラスト。ラスト。ラストですね。かすみ引きますか？え、ひなでいいよ。あ、本当。じゃあ引いていきます。お願いします。え、私引いたっけ？引いたよ。あ、じゃあいいよ引いても。あ、じゃあ引いた？うん、引いた引いた。もう2周目だから。じゃ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 ん。じゃ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 ん。ちょっといい？うん。前回と共通のお題です。コンビニ？お、さっきコンビニで買いすぎた。お会計はいくら？おお、難しいな。コンビニだね。コンビニ買いすぎたんだ、ね、でも結構18期でさコンビニとか行ったりするよ ね。確かに買いすぎた。うーん、え、これ見ながらちょっと考えてたんだよね実は。そうなの？うん、買いすぎた。買いすぎでしょ。うん、かけちゃった。ちょっとリアルだわ。私もリアル。刻んでいきます。刻むの？刻む。ちょっとね。かけました？かけましたよ。でははい、せーの、じゃじゃん。1500円。2500円。え、2700円。え、刻んじゃった。1500円。1500円ってさ、買いすぎじゃない？ま、でも買いすぎは買いすぎ。え、ちょっと、買いすぎたってちょっと焦るのは2500円かな。え、でも家もね、それくらいなんだけど、うん、え、でも、いっぱい買っちゃうんだよね、本当に。何買うの。でも今日サラダとおにぎりとか買っただけで結構。え、サラダさ400円くらいするじゃん。500円とか1000円普通に超えちゃうんだよね、うんうん、あと飲み物とかすみさっき15万円だったのにさ。コンビニで買いすぎた1500円はちょっと買いすぎやなと思いますね。どういう感じなんだろう。はい、ね、ちょっと皆さんはどうですか、ね、逆に教えてください。ね、スイーツもね、スイーツ高いよ ね。600円とかするから。スイーツ食べたい。急に食べたくなってきた。2500円。ほら、2500円も、ね、それぐらいだよね。2000円かなって書いてある。だいたい2000円ぐらいじゃない。1800円ですね。1000円、1800円。これ平均はいくらですか？前回の3人のやつもさ、前回のやつとの平均ってことだよね。前回だった。あれ1000円ゆい1、10、おかしいよね。1、10、100、1000、10万。ふざけてますね。ふざけてるよね。ふざけてるね、これ、ね、ゆい、ちょっとふざけてたでしょ。ゆなふざけてない。え、ゆなさ、めちゃめちゃ買ってる気がしてるんだけど、意味的に。え、ゆないつも足りない足りないって買うからさ。え、700円は普通じゃない？普通、普通に1食買ったらそれぐらいになる。それぐらいになる。え、なんか前回ふざけてますよね。前回ふざけてますね。私たちちょっと現実的すぎました、ね、現実すぎた。なんか全然面白くなくて超現実的な。でもアズもさ1000円。1000円って1000円って普通に買ったらさ、なもう ね一食とスイーツでなくなる。なくなるよね、うん、なくなっちゃう。ちょっとよく平均は3、これ3万3000円。前回の平均、前回の、うん、平均かな。え、これ平均何やろ。6人のが1100、1000万、13,000円。13,000円で、私たち3人が2563円。普通ですよね。普通ですよね。でも前回がちょっとね、ちょっとおかしいよね。おかしいかな。これちょっとふざけてますよね、皆さん。これちょっとふざけすぎじゃないですか。ね、私たちちょっと現実的かな、はい、と思うんですけど。現実的な共通点分かったじゃん。現実的な3人です、これは。はい、応援よろしくお願いします。現実的だと思います。とても。よかった、よかった。次の企画に行きますか。はい、お願いします。はい、続いてのコーナーです。タイトルコールを夢見、お願いします。はい、行きまーす、はい、一発チャレンジ。イエーイ。このコーナーでは18期メンバーの団結を深めるために前回テーマを、あ、毎回テーマを設けて様々なチャレンジをしていきたいと思います。お、チャレンジに成功するごとにポイントが加算されます。ポイントが5つ貯まると番組としてのメンバーの夢を1つ叶えたいと思います。イエーイ。楽しい。今回のチャレンジはリコーダーです。エーデルワイスをそれぞれワンフレーズずつ正確に吹いて8人でリレーしていきたいと思います。リコーダー、リコーダー、リコーダー得意。でも私ソプラノリコーダーを最後に吹いたのが小学生で、今19歳なので結構前なんですよ。だから本当にちょっと音符は
予習してきました。おそうですね、合ってるか分かんないけど。カシュミは私は、まあ、唯一弾ける楽器が、まあ、リコーダーなので、ここで私の実力を見せていきたいなと思っています。皆さん応援してください。ゆめみさんはどうですか？ゆめみさんはね、リコーダー小敵隊でやってたんですけど。小敵隊？はい。何？なんかやってたんですよ。すごい。なんかやらなくちゃいけないやつでやってたんですけど。やらなくちゃいけない。やってたんですけど、まあ、まあそれはね小学生の頃なんでちょっと、うん、確かにだってソプランって小学生以外、ね、小学生だよ、ね、本当に細いもんだって、ね、めっちゃ細いミニチュアに見えてくるピンクだよみんなそうこれも同じ色だったね赤じゃない赤なのこれ赤ピンク赤ピンク、ね、赤ピンクですはいそれではまずは先週の3人で見てみましょ うどうぞどうぞおシュールめっちゃシュールなんだけどうまいね今おおおそんな感じねさんは本当に、うん、ベースしてるあ、かわいいおおめっちゃめっちゃドヤ顔やねあやしいよ目の圧が目で訴えてる訴えてるこれ微妙目で訴えてるなこれ微妙だったんだねちょっとどうなんでしょうかあずさんちょっとあずさん微妙不安でしたけど、ね、私たちはちょっと完璧目指しましょうそうです ね完璧目指そう完璧な、まあ、なんかやる AAO みたいなうんやっぱりやるいいよゆみゆみなんだゆみなせーの AAO はいこれ団結深まりましたので失敗は一回もしません、はい、どうするパート、ね、私も決めてないわえでも一番難しいらしいよ今日ああじゃあいいんですかお願いしますシュールね、前回より絶対難しい難易度高いと思います、ね、高いとことかあるしちょっと緊張してきた緊張してきた緊張してきた練習してきたねちょっとねちょっと緊張してきたちょっといいわちょっとしてきたんですけどもう忘れちゃいました指をあれだえじゃあパートをどこやるか決める5番ゆめみやりたいですもんね圧圧それ圧やりたいって言ってたもんさっきあ確かに間違えたらダメね固敵隊だから固敵隊だからねえねえ固敵隊だから、ね、急に圧急に圧きた5番でいいうん本当貸してねいいよいいよ今日はちょっと楽譜忘れてきちゃったそう忘れちゃはいどっちがいいえどっちでもいいじゃ最初やるわ、ね、あオッケーオッケーそう最後責任がねやめてそうやめて圧やさっきから圧かけてくるいやよはいちょっと緊張するね緊張する、ね、見て何だったっけこれだっけえちょっと待って一回さ一回だけ復習しよう一回学習どうどうで何で でもさ低い音なくない二三そうラシドレオッケーえレドレレレきっとそうえこれ何やったっけミミファソラちょっと不安になってきたねえ待って分かんないリズムが分かんなくなってきた急に自信みんな失い考えたらできないからこういうのって、ね、もうノリで、ね、そのノリかそのさノリに行きましょう行けじゃあはい最初はコヒカはい何だコヒナちゃんはい、私のチャレンジです。はい、どうぞお願いします。四番ですよね。四番、頑張れ。行きます。おお、できたんじゃないですか。できてましたよね。お、完璧です。完璧。一人一人成功するごとにさ、プレッシャーがかかっちゃう。嫌なんだけど。終わった。いや、私が一番。どうした緊張してるんだ急にだって一番難しいだよ確かにそうだよね次は一発目さんですけど一発であどうぞあちょっと借りなんで次の挑戦はさっこゆめみちゃんですいきますかこれさ、うん、C だよね C ミソードいきますいきますって言っていいのいいよいいよ100個ゆめみちゃんのチャレンジです
どうぞ。いきます。挑戦です。待って、あのさ、リズム確認させて、これ、うん、はい、ラドレドシーソーじゃない、はい、いきます。これラだよね、これラだよね、うんうん、いきます。です。これはスタッカートが良かったです。スタッカート皆さん聞こえましたか？お、みんな拍手してますよ。うまいって聞こえる。イエーイ、よかったです。よかった。怪しかったね。ちょっと怪しかったけど。全ちゃんの。あ、全員。全連続？これはあのあれではないですか。あ、全員連続で。連続で。最後に全員連続で行ってみたいと思います。コヒナ、ゆめみ、私ね。はい。はい。緊張する。行きます。いいですか？はい、大丈夫よ。なんかこの3人でさ話すのも珍しいからさ、うん、かなんか変な緊張感があるよね今ね。急にね。でもこれを受けて、うん、すごい絆が深まったと思います、ね、うん、このアベレージのやつでもさ結構共通点あったんじゃない、ねね、あった結構、ね、現実的だね。よかった現実だった、はい、現実的トリオ。はい、それではゆめみん、はい、お知らせ。はい、18期の個人ツイッターも更新中です。発信していきますのでぜひフォローお願いします。お願いします。そして個人のショールームも配信していますのでそちらもぜひご覧ください。ご覧ください。最後にランキング確認してみましょう。時間の都合で13位から読んでも大丈夫ですか？はい、13位から読ませていただきます。じゃあみんなで読んでく。そうだね、13位じゃあみんなで名前読んでそうしよう。じゃあいきます。13位ホムラさん、ありがとうございます。はい、そして12位きびだんごかっこ非公式非公認あと晴れの国岡山でティータイムさん、ありがとうございます。きびだんご、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、そして11位レイレイさん、レイレイありがとうございます。そして10位しゅうかちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして9
9位さあこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして8位ケンイチバラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ケンイチさん、ありがとうございます。はい、はい、6位、7位、7位、あきらんさん、あきらんさん、ありがとうございます。次は6位、マッシュアットカフェイン中毒さん、ありがとうございます。マッシュさん、ありがとうございます。で、5位、ウリハヤドさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、4位、ヤス、あとコランコスポランコヒナ、ありがとうございます。ポランコヒナさん、ありがとうございます。コーヒーどうぞ。お3位、みちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。猫ちゃん、猫、本当は猫や、うん、猫。で、2位、呼び名2位、さとちゃん、カフェイン中毒さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そして1位はスウォン、ヒロ、アット、アイリスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位おめでとうございます。ありがとうございます。今日の番組は以上となるんですけど、うん、早い。今日はどうでしたか？あっという間だったね。45分でしょ、うん、あっという間だった、本当に。あっという間、リコーダーちょっと緊張したね。めっちゃ緊張しちゃったね。夢見の顔が真っ赤になった。緊張した。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れちゃん秒でしたね。見てる、みんな早かったね。皆さんはどうでしたか？ね、どうでしたか？楽しかったって、ね、楽しかった、ね、ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。楽しかったって来てるよ、うん、嬉しい。体感5分、私も5分、うん、確かに5分。イメミン可愛かったって来てるよ。ありがとうございます。リコーダーも最高でしたって。現実的トリオ最高だって。現実、確かにこれで知れたよね。うん、共通って何かなって話したけどさ、なんでだろうって言ってたけど、ね、現実的トリオだったね。まさかの、まさかの現実的トリオ。お、かすみん安定な MC、 さすがでした。ありがとうございます。もう MC が上手で、ね、もう本当にかすみんいるか安心しますね。言うも安心した、うん、安心する、よかった。え、言う何？何？何のハグ？何のハグ？お、早寝てねだって。はい、確かに早く寝なさい。今日は何時寝れるかな。早く寝る。そう、ね、5時じゃダメだよ。そうだよ。昨日はね。不健康だよ。昨日4時に寝れた。じゃあうちらでさ、ちゃんと寝てねっていう。来週、うん、来週。早く寝たいと思います。はい、寝てください。Twitter での番組の感想は、うん、ハッシュタグいっぱちルーム、いっぱちルーム、いっぱちルームでお願いします。お願いします。ください、ね、次回は5月23日を予定しております。次回出演のメンバーは新井さえちゃん、久保ひなのちゃん、八木あずきちゃんになります。さえとひなのはね、初めてだね。皆さんぜひぜひ見てみてください。見逃さないために右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録してください。リコーダーのアドバイスだって。リコーダーのアドバイス。え、確かに。でもさえちゃんひなのうまそうじゃない？確かに。ちゃんとできそうだよ。わかるわかる。とりあえず簡単なところ。簡単そうじゃない？私たちちょっと難しかった。難しかったから。でも案外ね。でも緊張したらさ、うん、確かに。そうだね。緊張したら吹けない。緊張しないこと。うん、もう本当になんか私息してますみたいな感じで弾けば息してますぐらいの、うん、あの軽い、ね、軽いマインドでね。そうそう、やっていけば、うん、大丈夫です。頑張って頑張って、頑張れ。あ、確かに確かに。あずが一番、あずが一番不安ですよね。ちょっと不安だね。あずも頑張ってね。あず頑張れ、あず頑張れ。はい、じゃあ皆さんお気に入り登録してください。こっち、こっち、こっち、こっちだ。え、これどっち？こっちです。こっち、こっちです。あと、あ、ハットしてください。お願いします。はい、それでは以上 AKB48 18期研究生でした。バイバイ、バイバイ。来週も見てね。ありがとうございます。ありがとうございました。18期大学です。